どうも、たっちゃんです、どうですかこの T シャツ。三ツ矢サイダーの、ね、T シャツなんですけど、いつかね三ツ矢サイダーから CM オファー来ると思ってます。はい、ということでですね、まあ、冗談はそこまでにしといて、ですね、今回はですね提供がありましたということで、早速ね何やら、段ボールが届いたんで中身をちょっと見ていきたいと思うんですけど、今回ね結構すごいよ。番京さんからマトリックスパッド S10 っていうねアンドロイドタブレットが届きました。はい、じゃあねちょっとね、中身を開封していきたいなっていうふうに思います。すごいね、結構でかいな。はい、じゃあ早速ねちょっと開封していきましょう。なんかやっぱ嬉しいことにね、登録者数は少ないんですけど、結構ですね、お仕事というかねレビュー依頼が結構頻繁にねいろんな業者の方から来てくれるのですごく嬉しいですね。名前がいいよね、マトリックスパッドだって。映画マトリックス好きだからさ。はい、まあそれはいいんですけど、はい、こういう形でなんか入ってますね。ちょっと明るすぎるか。それと本体が、うわすげえかっこいいね、なんかね高級感あるわ。はい、タブレットってね自分ね iPad mini と、Amazon の Fire タブレットだっけしか持ってないんですよね。ユーザーガイド、日本語対応になってますね、説明書も。それと USB アダプタ、充電ケーブルのタイプ C ですね。もう最近はタイプ C、 できればもう全部タイプ C で統一してほしいです。それとぐらいかな、これぐらいかな。はい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 、あちゃんとね汽笛対応してますね。はい、じゃあちょっと早速ね、電源入れていってみたいと思います。これをペリッと剥がせばいいのかな。ね、ペリッと剥がします。で、ペリッと剥がしたんで電源ボタンを押すと、あ、来た来た。はい、こんな感じでねスタート開始しました。で、ユーザーが、はい、ということでね、一通り設定が終わりました。なんだろうね、結構もういろいろ入ってくれてんだね。YouTube とかね、YT Music、Google フォトとか、まあ Google アカウントで全部紐付け最初にね、設定するんでそうなんでしょうけど、って感じかな。じゃあちょっと、これをね、1週間ぐらい使ってみようかな。で、そこの後にちょっとレビューしたいなっていうふうに思います。はい、ということでですね、約2週間ほどこのタブレットを使ってみました。で、まあこのね2週間使ってみての、メリットデメリットとどんなユーザーに向いてるかっていうのを、ご説明したいなというふうに思います。で、僕の環境なんですけど、 iPad mini 4、2015年モデルと Amazon Fire 77インチモデルですね。それと、スマホが iPhone 7 Plus っていう感じですね。で、これを踏まえてですね、まずじゃあメリットから言っていきましょうか。とりあえずですね、まあ、なんといっても、10.1 インチのモニター、これがねめちゃくちゃ見やすいんですよ。やっぱねちょっと自分も30代に入ってきまして、どうしてもね目が疲れてきて、今まであんまり気にしなかったんですけどね、この iPhone 7 Plus を選んだ時もそうだったんですけど、やっぱ画面が大きい方が嬉しいんですよね。なのでこれは本当嬉しいなって思います。あとね価格ですね、価格が安い。10.1 インチあって約、8000円後半ぐらいで買うことができます。まあ、ちょっと商品リンクはね概要欄の方に貼っておきますので、気になる人はちょっとチェックしてみてください。
あとは、まずフロントカメラが200万画素と800万画素あります。まあ、ちょっとね、これでね、基本的に撮影するっていうことは僕はあんまりないので、なんですけど、まあ、嬉しい人は嬉しいかな。200万画素と800万画素あればね、かなり、高画質に撮れるかなっていうふうに思います。で、次に、ブラウジングと、ビデオ視聴、映画視聴、あと、YouTube 動画とかね、あと読書と、あとテレビ視聴。自分はね、それに使ってるんですけど、テレビの場合はね、トルネを利用して、テレビ視聴してます。動画に関してはね、個人的にはもう大満足です。はい。なので、ここは嬉しいですね。で、次、これね、内部ストレージが32ギガしかないんですけど、拡張することができます。で、最大ね、128ギガまで拡張することができます。なのでね、まあ、トルネとかね、マイクロ SD に入れて、外で視聴することも可能です。だから旅行とか行くときはね、これにデータ入れて、その電車とかそういう中で見るのはいいかなって思いますね。ドラマとかね。はい、じゃあ次、まあ、なんといってもこんだけ大きいので、バッテリーもめっちゃ大きいんですよ。6000ミリアワー内蔵ということで、まあ一回充電するとね、かなり長持ちします。ここもちょっと嬉しいところですね。で、次、内蔵 GPS センサーということで、GPS センサーが搭載されています。これね、Wi-Fi モデルなんですけど、GPS が搭載されてるんで、まあ、ナビとかね、車で移動するときに、ナビとかの、地図データとかをあらかじめ、ダウンロードしておけば、これで、ナビゲーションしてくれるっていうところも、いいかなっていうふうに思いますね。はい、メリットとしてはそんな感じですね、個人的に思うのは。じゃあ次にデメリットをお伝えします。まずですね、これラムが2ギガしかないんですよ。で、ロムはね、さっき言ったストレージなんですけど32ギガあるんですけど、このねラムが2ギガしかないので、やっぱりね、重い処理っていうのが基本的にやりづらいかなっていうふうに思います。なので、はっきり言うとゲームアプリとかには向いてません。で、ちょっと自分もね、テストでいろいろやってみたんですけど、自分がね、今でもやってる白猫テニスっていうのと、あとはアングリーバード、あと 3D の荒野行動だっけっていうのもテストでやってみたんですけど、もう荒野 3D に関してはもうね、一応立ち上がって起動ってなるんですけど、起動でもう10分15分とかずっとローディングしてる感じですね。使えなかったです。で、まあなので通信しながら、やるゲームアプリとかは向いてないかなっていうふうに思います。まあただそのアングリーバードもやってみたんですけど、最近ってやっぱりね、グラフィックが結構いいので、なんだろう、そのグラフィック用のねデータを全部ダウンロードしたりして処理させるっていうところになると、やっぱりどうしてもね、遅くなります。なのでアングリーバードもちょっと微妙でしたね。はい、そんな感じです。あとは、次画質ですね。この、S10 に関しては1280×800 しかないので、やっぱりどうしても高画質っていうことは言えないかなって思いますね。画質が荒くなってしまうっていう印象ですかね。なので、トルネに関してもテレビ視聴ですね、テレビ視聴に関しても HD モードと SD モードってあるんですけど、やっぱりね SD モードでしか再生できないです。 HD モードだとなんか画面がねずっと暗いままなんですよね。それと、YouTube に関しても 1080p で高画質で見ることができないです。 720p かなまでしか見れないですね。だから、プライムビデオに関しても、動画全般に関してね、ちょっとどうしても高画質で見たいっていう人には、不向きかなっていうふうに思います。ちなみにそこまでね、画質を気にしない人に関しては全然問題ないです。
ちなみに僕も問題なかったです。はい、で続きましてワイヤレスの、ところですね。これがですね 2.4GHz のみなんですよ。なんで最近は結構その 5GHz とかっていうのが周波数帯が多いんですけど、2.4GHz しか、利用できないです。なのでまあでも 2.4GHz だと結構ね、あの障害物があってもかなり長距離までは受信してくれるので、一軒家とかであれば普通に問題なくね、あの電波拾ってくれるのでいいかなっていうふうに思いますね。公式だと10メートルから15メートルまでっていうふうになってました。そんな感じですね。で次、はい、これね気にする人は気にするなと思うんですけど、 MHL 機能がありません。どういうものかっていうと、外部出力ですね。あのノートパソコンとかパソコンに関しては HDMI っていうものがあって、まあ、あのプロジェクターとかに映したりねすることができるんですけど、それのモバイル版になりますね。MHL 機能っていうのは確かね、モバイルハイディフィニションリンクとかって言われる、まあ映像伝送方式の一つになって、それのモバイル版っていう感じですね。でそれが使えないっていうところですね。はい、で次がこれね、やっぱりね、まあタブレット全般にそうなんですけど、もう分かる、指紋がねめっちゃつくんですよ。だから、まあ、こっちも全部そうなんですけどね、ちょっとやっぱり指紋が目立つなっていうのはちょっと嫌だなっていうところがあります。デメリットとしてはそんな感じですかね。で、次なんですけど、ちょっと個人的に嬉しいなっていうのは、これ Android タブレットだからなんですかね。あの以前僕が使ってた、ユニハーツの Atom っていう小さいね、スマホ持ってたんですけど、もう今壊れちゃったんですけど、にもうそうなんですけど FM ラジオが入ってます。 AM は使えないんですけどね。で、65MHz から 108MHz まで、周波数の範囲をサポートしてくれてるみたいですね。ここはちょっと個人的に嬉しいなっていうふうに思います。やっぱどうしてもねラジオって聞いちゃうんですよね。だからねここはすごく、嬉しいですね。はい、そんな感じかな。あと一つ言い忘れてたんですけど、これねもう最初から保護フィルムがついてくれてます。これすげえ便利ですよね。あ、これメリットの方に入れときます。はい、なんかねわざわざ保護フィルムを買って、ね、その気泡が入っちゃったりするじゃないですか。だからそれ自分ね最近はあんまりもう保護フィルム傷つくの嫌ですけど、保護フィルム貼るのをやめてるんですけど、これ便利だなって思いました。他のメーカーもさ、この保護フィルムあらかじめつけといてほしいなって思いますね。まあその保護フィルムの種類にもよると思うんですけど、もっとねあのいい保護フィルムをつけたいっていう人はこれをね外して新たにつけなきゃいけないですけど、これ保護フィルムが基本でついてるのはすげえ便利です。はい、はい、じゃあ次にねどんな人に向いてるかっていうとですね、まず初めてタブレットを持つとか利用してみる、タブレットってどんなもんなんだろうなっていうのを利用する人に関しては、全然これから始めてもらった方がいいかもしれないですね。はい、次、あとはね、自宅で使う人、まあ、やっぱり 10インチなんで結構大きいんですよね。まあ、外に持ってっても全然いいんですけど、ちょっとかさばるかなって思うので自宅で使う人にもいいかなっていうふうに思いますね。あとは、ブラウジング、動画視聴、まあ、映画とかね、まあ、YouTube もそうなんですけど、あと読書ね、まあ、要はあのゲームアプリ以外で、利用したいっていう人にはもう断然向いてます。普通に使えるしね。はい、そんな感じかな。あとねやっぱりこの AmazonFire 7と違って、なんだろう、これってね結構ね制限というか、アプリもなんか専用のねところから落とさなきゃいけないし、なんかこっちだとね Google ストアとかそういうところからあのダウンロードできるんで使えるんですけど、ちょっとこっちがね使い勝手が悪くて、もう最近全然使ってないんですよ。
なので、まあ、それに比べるといいかなと思います。こっちだとね LINE とか入れられないので、まあ、なんかやり方をね変えればなんかできるみたいなんですけど、まあ、そこまでしないんで、こっちだとね普通に LINE 入れて、LINE を利用することもできるのでいいかなとは思うんですけどね。はい、そんな感じですね。はい、ということでですね、今回はですね、番協さんからご提供いただきましたマトリックスパッド S10 の、紹介レビューになりました。この動画がですね良いと思いましたらグッドボタンとあとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。